皆さんおはようございます。草津市役所の長寿生きがい課の木村と申します。今谷口さんおっしゃってくださったように、認知症のですね、サポーター養成講座というものをさせていただいております。今日皆さん、受講された後、オレンジリングというリングをですね配らせていただきます。そのリングを、つけて、ね、いただいた持っていただいた方は皆さん認知症サポーターになります。よろしくお願いします。でサポーターで言うとですね、何すんのって話でね、構えて考えてくださる方も多いかと思いますけど、認知症サポーターとは何か特別なことをする人ではありません。認知症のことをについて正しく理解して偏見を持たずに接していただける、そういう応援者のことを認知症サポーターというふうに言うておりますので、何か今日の受講を受けて何かしなあかんというわけではないけど、何か自分でね日頃の身の回りの方とかについての接し方とかについて変化があればいいんじゃないかなというふうに思います。皆さんにお配りした資料の中に一番もののこういう認知症サポーターキャラバンというふうな、チラシが入っています。こちらの方にね、認知症サポーターの、こと書いてあります。右の上の方のですねところをちょっと一緒に読んでみたいなと思います。認知症の人の杖になるというふうに書いてあります。認知症の人は何もわからないというふうに思っておられる方はいるかもしれないけど、それは間違いです。認知症かもしれないと悲しんでいる人は何よりも本人なんですね。周囲の方が認知症を理解し、その人ができない部分を補う杖となることができたらですね、草津市がですね、草津市だけで日本全国がですね、あの認知症の方でも暮らしやすい、素晴らしい街になっていけるというふうに考えておりますので、今日皆さん受けていただいて、自分は杖として何ができるのかなということをちょっと考え直す機会になればというふうに思っております。それでは今日のお題ですね、